戦ぞ。腕が鳴るわい。こんにちは、おさまめです。マリサだぜ。前回から太陽岳に入りました。見てわかる通り今回は信長含む6万の兵と対峙するところから始まります。前回は開幕イケイケモードだったのに、今回は一転して防衛スタートか。とりあえず迎撃の権限があるのでこれを使って時尾に兵を集めましょう。兵、一気に出陣させることができるんだな。権限機能で一番便利な機能じゃないかな。ただ問題点がいくつかあって、あえてあげるなら2点かな。まず1点目が今見ての通り、出せる部隊全員出ちゃう点。そして2点目に兵糧です。二つとも確認して出陣停止をかければ問題ないので、確認はしましょう。味方総兵力全く足りてなさそうだけど大丈夫か？味方4万に対して2万弱しかいないぞ。あるものでやるしかない。それに迎撃コマンドで出した兵は2万程度だけど、あらかじめ出した兵を合わせれば4万はいるよ。わかってはいたけど坂戸城もちょっと無理そう。もともときついって言っていた城だからな。ただこれ以上後ろには行かせられないので最低でもこの状態を維持します。お、いつの間にか伊達政宗が城主になってるな。雪村と政宗、重真の三巨頭でこちらは攻め下ります。そこら辺の武将も昇進して城主になれるようになったのか。なんとか武将は間に合ったから、あとは兵数とタイミングかな。ちなみに北条の同盟は必ず更新しています。あ、援軍使ってたから信用足りてないや。外交は進めているので同盟が切れることはありません。ただしばらく援軍作戦が使えないとなると厳しいな。純粋に自分たちの兵で耐えないといけないわけだろう。そうだね。だからここは結構正念場だよ。大事なのは攻めの姿勢を崩さないこと。攻め続けていれば相手に守るターンが生まれるけど、守っていたら一生攻め続けられて自利品になっちゃう。攻めるルートと守るルートの延長線だから攻めとくか。そういうこと。大浦ための部君がかなり頑張ってくれているからうまく攻撃できた。これこのまま落としきれるな。余裕城取れればまだまだ挽回の余地はありそうだな。いやこれ本当に大浦ための部君の功績が大きいよ。能力や戦闘面で見ても彼がいなかったらいつ押し返されるかわからない。いや、本当によくやった。ほぼ大浦ための部君一人で落としたようなもんだよこれ。一人で落とすのはすごいな。今のでかなり余力持てたから、もしかしなくても反撃できるかも。反撃できる兵数はありそうだが、厳しい予感もあるな。というわけで兵数よりも数で押していくスタイル。数がいれば勝ち方も増えてくるからな。今回は被害戦での菊池勝ちしました。本当に部隊数は正義だった。我らの勝利を振り回るのだ。追加で計1万程度倒したかな。兵糧が厳しい部隊は城に戻したいけど、すぐ近くに信長が来てるからあまり返したくもないんだよね。武将の数で押さないと押し返されるからな。だから少しでも向かわせるしかない。パッと見でもまだ4万程度はいそうだな。我が武略を持って一進一退の攻防が続いて戦況が膠着してきたな。基本的に劣勢なのは間違いないから、異空で取り返しながら少しずつ前進する以外の方法がないんだよね。そして現在、雪村が非常にまずい状況です。うわ、完全に挟まれているじゃないか。ここで雪村が討ち死にしようものならかなりの痛手なんだよね。これから先の柿崎を担う武将だからな。こんなところで喪失していい武将じゃないのは確かだぜ。そんな、私のキタちゃんが、私の唯一の癒し枠なんだぞこの野郎。よくもやってくれたな本当に。お前ら本当に、許さないぞ。ちなみに、当時の彼は真面目にへこんでいました。誰だよお前。布陣を始めよ。重罪人は死すべし、第六天魔王かなんかは知らんが、北ちゃんの命を奪った罪は万死に値する。しかし見間違いじゃなければ2年と半年が過ぎたように見えるが、2年半もの間前線が硬直したままってことだよ。むしろ押し返しているんじゃないか。北条城を取るための準備も着実に進んでて、威風でこの2つの軍を取ることに成功したよ。でもすぐ取り返されるんじゃないか。実はここ取り返されないんだよね。え、そうなのか。もちろんちゃんとした理由もあるよ。まず織田が酔いた城と栃尾城に向かうルート、これを見てほしいんだけど、まずこの下側のルートは織田にとって遠回りでしかない点、そして北条城から分岐できる点から織田としても取る意味のない軍なんだよね。なるほどな。そこでルート分岐できるなら取る時間は無駄なのか。じゃあこっちも時間がかかるから通らないだけなのか。いやそっちは正直上のルートと時間は変わらないね。でも変わらないだけで早くなるわけじゃないから取ってこない。そして攻める部隊がここの軍を取らないとなると、あとは北条城の部隊が取りに来るだけなんだけど、北条城は攻められてるから兵を出せないんだよね。というわけでさらに3年が経過。今ここにいる兵は5ヶ月前に攻めてきた13万です。もうこれぐらいが普通になりつつあるよな。北ち
ちゃんの思いだけでここまで戦えているけど、正直厳しい。何度も言うが北条がいなければとっくに滅亡していたぜ。感謝感謝です。そしてもう何度目かもわからない信長との合戦。ちなみにここで合戦を選ぶのをかなり躊躇しています。確かに3分ぐらいずっとカチカチしてたな。相手の兵数が多いのはまだいいんだけど、それを補えるだけの部隊数差と武将の質が足りていないんだよね。しかも見ての通り兵が偏っているから、部隊数有利をすぐひっくり返される可能性もある。確かに右側の部隊だと信長と戦う前に鉄砲で溶かされる可能性もあるのか。でもカットされた間にいくつもの激戦を制した今の私なら、これぐらいのハンデなんて朝飯前だよ。無駄にかっこいいこと言うじゃないか。いつもだとそれは前振りになっているから心配でもあるがな。北ちゃんのためにも負けられないんだよ。それでは開戦。からの開幕安定ストップ。では各部隊に指令を出し終えたので本格的に行きます。今回の作戦は左に兵を持っているための武君と末広君を置いて、左3部隊を抑えている間に右側を突破して軒口を破壊するものです。そのため弓矢を放てる拠点のダッシュは必然で、何より一番重要な部隊は一番左を疾走している牧野君です。牧野しかなかって兵800弱で戦闘もそこまで高くないよな。そんなに重要なのか？正直一番重要です。だってこの子一人で信長を抑え込むのですから、さすがに冗談だよな。残念ながらこれも大マジです。もし本当にそんな役目があるとするなら、確かに一番重要な部隊だな。800弱の兵で9戦場の兵を抑え込むわけだからね。とりあえず戦いが始まったのでそちらへ視点を移しましょう。コブマップは以前も言った通りこちらが不利です。その一番の理由として、コブ拠点を敵に必ず取られる点があります。これは前にも触れた話だな。そうだね。おそらく開幕機動力上昇も違えてようやく対等になるレベルです。少しだけ指令出しますね。出し終わりました。動画として一時停止が多いのは良くないとわかりますが、つい押してしまいます。末広くんで2部隊足止めできるかも。でも場合によっては右は片倉小十郎だけで抑える必要があるかな。まあしばらくは上に陣取って弓矢でいいや。弓矢は純粋なアドバンテージになるからな。右の被害が抑えられれば抑えられるだけ左が楽になりそうだぜ。実際その通りで、左よりも右の戦いが重要だね。そしてようやく左側で牧野くんが拠点を取ってくれました。近くに6戦の部隊がいるのでここだけ気をつけていきます。抑える前にやられたら意味がないからな。真ん中はこの2部隊で倒すところまで行きたいけど、これもまた左の状況によるかも。そろそろコブが溜まるのもヤバそうだな。実際コブはあまりよろしくない。ただ全滅させるのが目的じゃないからまだいいかな。お、これは末広くんで3部隊足止めできそう。左の部隊も軒口に来たぞ。それなら勝ちですね。ここで牧野くんの存在が大きく生きてきます。神聖の合戦の使用上、相手が軒口を守るときは対象が来ます。当然今回の対象は信長なので、守りに来るのは信長です。なるほどな。その使用で牧野久中でも信長を釘付けにできるのか。そういうこと。しかも守りに来た部隊はこちらの兵数に関係がなく居座り続けます。この中で戦闘も兵数も一番低い牧野久中には最適の役割だな。予想通り信長は引いてくれた。ただ末広くんがかなり厳しいから中央の部隊も一緒に下げることにして、代わりに右側は軒口まで一気に進軍させるよ。片倉小十郎のおかげで右側は壊滅状態だな。兵数差は逆転したし、信長8000も抑えられるから相手の兵は1万強。全滅させることも可能だけど、それだと兵の浪費になるから作戦通りでいきます。合戦はこれだけじゃないからな。むしろこの合戦の後こそ本番なんじゃないか。北条城を取らないといけないからね。それにしてもやっぱりやってみないとわからないものだね。武将の質的に相手有利だから普通に戦ったら間違いなく負ける合戦だけど、本来数要因でしかない部隊が最大戦力の信長を抑えることができるんだから。前にも思ったことだが、簡易化されてる割に奥が深いな。どんな武将でも使い道ができるのはいいことだ。それでは一方的に殴り倒すだけなので一気にカットします。敵を打ち放す。予定通りの軒口の破壊も完了。片倉小十郎が強かったな。柿崎家の武将で信長に対抗できる数少ない武将だからね。これからも重宝すると思う。かつて兜の王を締めようですが、今は喜びましょう。圧勝だな。圧勝だね。まだこちらの兵力も残っているし、ここは後期かな。ようやく反撃らしい反撃に出られそうだ。見ていてね、北ちゃん。僕頑張るから。正直言って若干気持ち悪いぞ。我らが勝利を触れ回るのだ。
いけると思っていたけど結局追加で1年かけてここまで来ました。あれ、相手の部隊数は多いが兵数が少ない感じがするな。正解だよ。今回の合戦はまた今までと経路の違う合戦なんだけど、要はこちらの部隊が全員突撃持ちだからどれだけ部隊がいようと、ある一定以上の兵を持つ部隊以外は門前払いになるんだよね。いくら部隊に有利があると入っても戦えなければ意味がないからな。それでも被害が出るあたり部隊数はやっぱり多いに越したことはないね。そして今回の合戦は異風境手前の11部隊が相手でした。お、ということはつまり？この異風中によって、北条城がついに陥落します。我らが勝利を振り回るのだ。まさか。まだこちらの余力はかなりあるので一気に春日山城まで攻めますよ。破竹の勢いだな。代わりに坂戸城の守りはとてつもないことになっているけどね。こちらの皇族の武将も心もとなくなってきたな。よし、ここを取れたのは大きい。さすがに守りきれることはできないだろうけど、一度取るだけでもかなり変わってくる。また攻め落とすまで大変だろうが、北条城を確実に守れば大丈夫か。そういうこと。それじゃあ気張っていきますよ。行こうぞ。不甲斐なし。え、なんか一年経っても守れてるんだけどなんで？私に聞かれても困るわ。まあ当然こうやって形勢逆転するのには理由があるのですが、これがその理由になります。援軍というわけじゃなさそうだな。沼田城を北条が取っているということは、ついに北条が動いたのか。大正解。関東の眠れる士がついに動き出したおかげで、こちらに向く兵数が少なくなってきてるんだよ。おお、まさかの形勢逆転か。そういうこと。あれからさらに2年半経ち、なんとか桂尾城の包囲に成功しました。春日山城側も着実に前線を伸ばせているので、かなり順調ですね。え、嘘でしょ。